このチャンネルは綺麗な映像コンセプトに車で国内旅行を皆さんと一緒に楽しむチャンネルです。早速唐戸市場が見えてますが、今回は下関から柳井の方に向かい、周防大島から岩国、そして広島に入って宮島まで行きます。さらに岩国に帰ってきて、有名なあのお店、有名なあの橋にも行きました。今回は周防大島と宮島という2つの島がポイントですね。最後にお知らせもあるので、ぜひ最後までご覧ください。唐戸市場からスタートします。下関に来たらここは外せないです。左に見える関門海峡、今日はすごく綺麗ですね。目の前は海峡館、下関の唐戸市場と海峡館はぜひセットで観光してくださいね。唐戸市場には駐車場が多くあります。いやー、いい天気です。眺め最高ですね。対岸は九州の門司です。こんな近いんですよね。さあ早速入ります。唐戸市場はできるなら朝早く行った方がいいです。この時は10時ぐらいに行ったんですが、朝8時ぐらいに行くとお店も多く開店しているのでいいと思います。お店の方と話をしながら買い物をするのが楽しいんですよね。ちなみにフグにも旬というのがあって、トラフグの旬は冬です。大きいフグ、そう、フグの自販機。下関はフグを自販機でも買うことができます。これ値段投げましょうか。あ、いや、いいですよ。大丈夫ですか。よろしいですか。はい、大丈夫。トラフグってフグの最高級品ですよ。この値段で買えるんだからすごくないですか。フグ専門のお店もあるんですよね。さすが下関。こんな綺麗な景色を見ながら最高級のトラフグを食べるなんて最高と思いませんか。フグ刺し用のポン酢をかけていただきます。一度はやりたいフグを何枚かまとめて食べる贅沢、唐戸市場ならできちゃうんですよね。これはフグの皮なんですけど、フグの皮はコリッコリでとても美味しかったですね。船の汽笛なんかも聞こえていい雰囲気でした。あっという間に平らげました。美味でした。ごちそうさまです。うん、美味しかった。さあ、唐戸市場を出て次に行こうと思います。関門橋が見えてきましたね。今日は橋が綺麗に見えますね。この橋の下を通るときは毎回おーって思いますね。関門橋から海沿いにまっすぐ行きまして、次に向かったのはドライブイン道塩というところです。山口に来たらここもぜひ寄ってほしいところです。24時間営業で、さらに温泉もあって、どことなく懐かしい雰囲気のドライブインですね。この雰囲気がたまりません。さあ着きました。家族連れも多いです。ここにはたくさんの車が来ていて、いつも駐車場はいっぱいなんですよね。道塩といえば貝汁で有名なところです。早速入ってみましょう。席は埋まってましたが、なんとか座ることができました。注文はタッチパネル式ですね。これはありがたい。注文してだいたい10分くらいで到着しました。見てください、この貝の量。これでも波を頼んでますからね。特盛りはもっと入ってると思います。この貝汁は有明海産のアサリを秘伝の味噌で煮込んだ50年以上続く商品みたいです。ちなみに貝汁はネットでも買えます。山口に来たらぜひここにも行ってみてください。貝汁の他にもたくさんのメニューがありました。24時間営業だけど、定休日は第2月曜日なので注意が必要です。美味でした。ごちそうさまです。ここから高速インターまでは車ですぐ近くです。さあ、いよいよ柳井の方に向かって高速に乗ります。中国自動車道に入っていきます。
山口の高速道路はカーブがきついんですよね。安全運転で行きましょう。途中ちょっと寄りたいところがあったので寄り道です。水戸サービスエリアですね。なんでここに来たかというと、2つ食べたいものがあったからです。あ、この左下に見える金色のごぼうチップスも有名なんですけど、今回はこれです。絢爛牛を使ったコロッケです。さらにもう一つ、水戸ごぼうスティック、ごぼうの天ぷらですね。コロッケとごぼうスティックに水戸ごぼうが入ったうどんです。この水戸ごぼうは秋吉台で有名なカルスト台地の土で育てられた貴重なごぼうです。ほとんど出回ってないと思いますよ。さらにコロッケに使われる絢爛牛はこんなに離れている萩沖の離島の三島で飼育されてるんですよ。素材がいいから肉の旨味が詰まっている極上のコロッケでした。丸天の中にごぼうが入っています。水戸ごぼうスティックはしっかりとした歯ごたえに食べると甘みがあるんです。ごぼうが甘いってすごくないですか。どれも美味でした。水戸サービスエリアは中国自動車道に来たら立ち寄ってみてくださいね。コーヒーを飲んで出発しましょう。さあ本線に戻りました。ここから一気に柳井まで行きますね。柳井は白壁で有名なところです。一度来てみたいなと思ってました。ここから行こうと思っている周防大島の近くだったので柳井にも来たんですね。一緒に有名な白壁の街並みを見ていきましょう。綺麗な白壁の建物に金魚提灯が軒下にぶら下がっているのが風情ありますね。ここの通りの長さは200メートルくらいです。平日だったせいか観光客はいないように思いました。いい意味で派手に観光地化されてなくて、江戸時代のそのままが残っている感じです。ここも萩の動画の時に一度紹介した重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。貸し切りみたいだったのですごく楽しかったです。さてここから目的地の周防大島に向かいます。瀬戸内海に出て海沿いを走ると大島大橋が見えてきます。この橋昔は有料だったんですが、今は無料で渡れます。映画でも使われることがある橋のようですよ。この橋は自転車でも行けて歩いても渡れますね。周防大島に到着です。このまま島を走っていきますと、そう思っていたらガソリンがないことに気づいてですね。この様子で果たしてこの先ガソリンスタンドがあるんだろうかと思っていたら、ギリギリのところでありました。さあガソリンの心配もなくなったので、海岸線を走っていきまして目的の道の駅に到着です。着いたんですが定休日でした。水曜が定休というのは調べていて、行ったのが木曜日だったんですね。ただこの時の水曜が祝日だったので、その場合は木曜日が休みになることまではちょっと分かんなかったですね。このまま帰るわけにはいかないので、この周辺を調べてみると面白そうなところがあったので行ってみることにしました。周防大島はハワイのカウアイ島と島々提携を結んでいて、瀬戸内のハワイと呼ばれているそうです。特にこの片添ヶ浜はそれを体感できました。
夏に来たらハワイと間違えそうかもしれません。おお、すごい。ハワイ？ハワイやね、なんか。こんな感じのハワイって。綺麗。ゴミも落ちていない綺麗な海岸なので、ぜひ夏休みに来てみてください。今回の旅の目的地に到着しました。大島本陣茶屋さんです。さっき通ってきた大島大橋のすぐそばにあります。この日本一の大太鼓って気になりますね。猫さんのなかなか個性的な挨拶の後にお店の方に入っていきます。のご利用初めてでございます。初めてです。お鍋の専門店となっておりますけど、よろしいでしょうか。はい。で、夜はですね、すべてお肉もですけど、お鍋のお野菜とかドリンクバー、ご飯、カレーなんかもすべて食べ放題になるんですよ。いろんなメニューがありますが、今回はこのみかん鍋を食べてみたいと思います。食べ放題もいろんなコースがありましたが、豚しゃぶコースにします。こちらはお店の雰囲気、基本はお座敷ですね。これが日本一の大太鼓、確かに大きい。これどうやってお店に入れたんでしょう。みかん鍋は提供期間が決まっています。毎年11月から3月末までなので、ご注意くださいね。お野菜とか準備します。はい、あとお野菜なんかは取っていただくようになりますが、もう少しちょっと待ってください。ドリンクバーだけちょっと取ったりとかしておいてください。わかりました。はい。みかんの皮とか果汁を入れて作ってます。で、みかん鍋最後にメレンゲを使った雑炊っていうのが定義になっておりますので、少しお腹開けといてください。はい。で、もうお出汁に味をつけております。みかんの香りをほのかに感じていただくお鍋にしておりますので、はい。食べ放題の野菜はここから好きなだけ取れます。席に運ばれてきた鍋に入れていきます。この野菜も新鮮で美味しかったですよ。私たちはしゃぶしゃぶと野菜だけ食べたんですが、ご飯とカレーはこっちにありました。ファミレスと同じようなドリンクバーですね。こちらが豚のカルビーで、こちらが豚のロースになります。次からはロースくださいとか豚くださいとか言っていただいて、お肉も食べ放題になります。言えばいいですね。はい、わかりました。ありがとうございます。これが豚のロース、こっちが豚のカルビですね。綺麗な色ですね。お腹空いてるんで、どんどん入れていきます。みかんが浮いてますね。よく見るとみかんに刻印があります。鍋奉行御用達って書いてます。これがみかん鍋専用のみかんの証なんです。美味しそうですね。食べてみるとあっさりして美味しい。みかんの風味がほのかに香って、いくらでも食べられそうです。鍋にみかんって不思議ですよね。このみかんは農薬とか使ってないので丸ごと食べられます。なんかみかんが入っちゃうってさ、不思議な感じがするね。このサラダは店主特製です。つみれはみかんの皮が入ってます。これも美味しい。さらにみかんそのものも食べられます。金柑みたいな食感でした。最後はみかんのような雑炊で締めですね。これがみかんの軸になるんです。これもう少しちょっとボリュームがあればこうまん丸になるんですけど、それを みかんに見立てるんですね。はい。で、みかん雑炊になります。卵の白身をメレンゲにして、そこに黄身をかけてました。ふわふわの卵が残った旨味を吸って、これも美味しかったです。お腹いっぱいになりました。みかん鍋最高でしたね。ビビでした。
ございました。もう真っ暗いね。よし、ホテルに行きますよ。岩国駅に近いところが今回の宿です。ここはですね、岩国シティビューホテル。ラウンジはこんな感じです。はい、それにますこちらの方にお名前、はい、ご住所、ご連絡先のご記入をお願いいたします。お車代と合わせまして7700円お願いいたします。8階の部屋です。客室の一番上の階ですね。2階には温泉もあったので、そこも利用してきました。リーズナブルなんですが、綺麗なホテルです。今日はここで休みます。バス、トイレはよく見るビジネスホテルの感じですね。ホテルの近くには居酒屋もあるので、ちょっと飲みに行きますか。岩国ゆかり屋さんに行きます。久しぶりの居酒屋です。外で飲むお酒ってなんでこんな美味しいんでしょうね。燻製は蜂蜜をかけます。いや、サクサクで美味しかったです。岩国は岩国レンコンも有名です。ハイボール2杯がスッと入ってしまうほど雰囲気が良かったです。美味でした。岩国ゆかり屋さん、良かったです。飲み足りないので近くのセブンイレブンでお酒を買い足しました。今日はゆっくり寝て、明日は広島の方に行きます。次回もお楽しみに。